エキノドルス族は南米に生息するオモダカカの一族である。鑑賞用に流通しているものが、この族の中では知名度が高い。主な原種、野生種を紹介。エキノドルスの花ラジカンスエキノドルスの改良種、エキノドルスの改良種エキノドルスの改良種。赤系エキノドルスの一例である。上から見るとロゼット輪を持つのがよくわかる。横からの写真。 根がよく見える。このように太めのヒゲ根を持つ、エキノドルスの改良種、赤紫色の丸い葉を持つ、エキノドルスの葉の色、形、大きさは多様である。エキノドルスはフレームの成長して、緑色になった葉を主に南米大陸に分布する。アマゾン川やその水系、パンタナール大湿原にも多くの種類が生息している。アクアリウムの世界では、 このグループに属する水草が多種栽培されているが、日本においてはアクアリウム以外での利用はあまり効かない。サバナないし熱帯雨林の原産であるが、日本国内で屋外栽培を行って越冬した例もある。本来は中水植物であるが、アクアリウムでは水に沈めた状態で栽培されることが多い。エキノドルス属には改良種も多く存在する。ほとんどの種は、 アクアリウムを用い水中で干渉することを主眼に置き、品種改良が進められている。そのため、水中央を眺めるための改良種が多い。エキノドルス属。欧州で作出されたエキノドルスの改良種としては、古い部類である。細長い葉を持ち、一部が赤く染まる。幼鳥は40から50センチメートル。蒸気のルビンから作出された改良種。 内側の葉はルビンより濃いワインレッドを呈し、外側の葉は緑色に変化する。緑色に変化した葉には、エンジ色の葉脈が現れる。名前の通り、ルビンよりしなやかで、細長い葉を茂らせる。ルビンより小型で、成長しても幼鳥は20から30センチメートル。エキノドルス属。脳褐色のブチが細かく、まだらに入る明るい緑色の葉を持つ。 葉の反転からオセロットという名前が付けられている。幼鳥は20から30センチメートル。ドイツの植物学者で、水草ファーム、ハンスバースでサウオーナーでもある。ハンスバースが作出した種で、初期の改良エキノドルスの一つ。新芽がバラ色に染まる。幼鳥は20から50センチメートル。エキノドルス属。小型の丸い葉を持ち、丸い葉の先からは、突起が出る。 葉の形からキューピーと名が付く。エキノドルス属。ラジカンスのフィリを固定した改良種。欧州にて比較的早くに作出された。最近では東南アジアのファーム産も流通している。ハンスバースが作出した種で彼の名を冠した種。水上葉は黄緑色だが水中葉は鮮やかなワインレッドになる。ワインレッドの葉で 葉脈だけ緑色という配色を持つ。かなり濃い赤紫の特徴的な葉を持つ。オランダのアクアフローラ社が作出した改良種。大きくするのは比較的難しく、成長も遅いため苔に侵されやすい。水中では矮小化する傾向がある。水中葉は細長い茎の先に長卵形の葉がつく。水上葉はやや大きく黄緑色で別紙のように違う見た目になる。 ドイツのズーロジカ社が作出した、比較的新しい改良種。バーシーとオゼロットの交雑種。小豆色の水中葉を幾重にも茂らせ、希望紙を赤くしたような創始をしている。小型の種類である。ハンスバースでサウが作出した、赤系のホレマニーレッドと新緑系のポルトアレグレンシスの交配種。入手しにくいポルトアレグレンシスに似た姿をした。 新緑系エキノドルスの廉価版を量産する狙いで作出された種である。性質は強権で栽培は容易。新芽はホレマニーレッドのように赤くなるが成長するにつれ昆布のようにウェーブがかかった新緑色の葉に変化する。幼鳥は20センチメートル前後。蒸気に上げた種以外にもエキノドルス族には多くの野生種、栽培種が存在する。ありがとうございます。